大家好，我是松碰。本部片来分享一下我们《守护之战》第三季第49阶412万分的队伍分享。那这边特别感谢阿达达还有飞机大炮的帮忙哦，然后有微调一下队伍这样子。那我们这边一样快速的来讲一下队伍的部分。那首先主力队伍这边我们是直接换上了黑可可哦，妖精的话是直接跑去了暴风之歌的队伍。那配六这边是美果的话是玩全伤抗的，这边一样哦，就是称越硬越好。那黑可可这边也是玩全伤抗的配料。然后在闪电泡芙饼干这边一样是完全冷却的配料，但重点我们这边冷却时间是有拉高的，因为我们主力啊是已经少了海妖精嘛，所以这边把闪电泡芙的那个冷却拉高，我们这边放招的频率越高，其实效益会比较好一点。那棉花饼干这边一样是完全冷却的，就一样撑高伤抗，那冷却的话你可以叠越高当然也是越好。然后在纯香草饼干这边一样是完全冷却的配料，但重点我这边的话基础冷却已经拉到了 24% 了，就是提高他放招的频率，那伤害抵抗一样 20% 以上这样就可以了。接着第二队攻速队这一边，我们那个妖护饼干跟马德莲嘛，这边都是要吃到那个斗篷的效果，所以两只的攻击速度是要最高的，那其他的话就是撑高伤抗就可以了。然后再来指定像这边也是完全伤抗，薄荷也是完全伤抗，要特别注意一下，我们千层出他放招的时候是会吃到斗篷的效果，那我建议的话是我们的马德莲跟千层酥，就是这两只它是输出的齁，因为马德莲的剑气是没有算敌方数目的，那妖护饼干的话它是算五只嘛，所以这一点要注意一下。接着第三队是我们千字爆发队，那宝物这边的话是秘籍，然后还有树枝，然后接着的话是徽章哦，因为我这个打法的话是要打后面的关卡，那避免就是我们中途可能换队会失误，所以我这边是带徽章，这一点也要注意一下。那配六这边的话，红丝绒是那个全攻击负伤抗嘛，然后再来冷却时间，我建议是可以拉到 8.4%， 会拉到 8.4% 是因为它可以拼那个开场是5秒的放招，那整体接招会比较顺一点点。要注意一下红丝绒，因为它的基础冷却偏高，你必须要到 8.4% 冷却它才可以变成5秒放招。接着覆盆梅一样是全攻击负伤抗，血肉鲨鱼是全伤抗的，南瓜派饼干也是全伤抗，吸血鬼这边是全攻击负伤抗。接着第四队是我们暴风之歌的队伍，那这个队伍的话因为也是避免就是后面的关卡换队会有问题，所以这边的话是除了带暴风之歌还有秘籍之外，还有带我们这个徽章。配料的部分，可丽饼这边是玩全伤抗的，那海妖精的话是玩全攻击，牛糖饼干的话是拼那个开场3秒放招，总冷却的话是必须要来到 27.1%， 就是这个 24% 加 5%， 我这样是29嘛，那一般玩家其实你只要就是达到 22.1 这样就可以了，27.1% 拼开两三秒放招。 MI 饼干这边是玩全攻击的配料负伤抗，然后再来杏仁果饼干减剩的配料就可以了。然后接着要特别注意一下，我们暴风之歌它的伤害啊是看队伍中攻击力最高的饼干去算嘛，我们攻击力最高的饼干目前的话是我们的海妖精，海妖精的话这个攻击是69000，然后再来我们黑麦的话是53000，所以暴风之歌的伤害是看海妖精的伤害的，这一点也要注意一下。接着第五队袭人爆发队这边的话都是玩瞬发型的角色，那我们这边一样快速的来看一下配料跟宝物，宝物这边的话是我们镰刀徽章跟秘籍嘛，那配料这边快速带过，袭人饼干这边是玩全伤抗的配料，那这组配料基本上就是没有动了，就这个应该都是袭人的专门配料啦。然后再来索尼克这边是玩全攻击，塔尔斯也是玩全攻击，都是负伤抗的，然后再来墨鱼饼干也是全攻击负伤抗，黑莓饼干也是全攻击负伤抗。先来讲一下这一组的原因，就这一组角色就基本上是四个角色爆发一下，然后可能他们就趴掉了，然后再袭蓝饼干来输出，就这么简单。所以这一组其实你其他只角色应该是可以做兑换的啦，算是一个娱乐这样子。好，那接着就来看一下我们相关的实战影片吧。
喉がカラカラなんだよ。これで消える。君を逮捕する。壊したよ。これでゲームオーバーだ。君を逮捕する。覚悟しね。ガキども壊して。海の力を惑わすの。光の加護と共に。よっかいただきしたもの。最後の救いを。偉大な研究となるでしょう。流れません。私に続け。に消え去れ。偉大な研究となるでしょう。ここにあったますな。下がれません。私に続け。に消え去れ。ここにあったますな。引き下がれません。偉大な研究となるでしょう。ここにあったますな。に消え去れ。偉大な研究となるでしょう。ここにあったますな。引き下がれません。私に続け。に消え去れ。針を飛ばすわ。引き下がれません。偉大な研究となるでしょう。針を飛ばすわ。私に続け。闇に消え去れ。偉大な研究となるでしょう。引き下がれません。私に続け。偉大な研究となるでしょう。針を飛ばすわ。引き下がれません。闇に消え去れ。偉大な研究となるでしょう。当たりを飛ばすな。私に続け。読みに消え去れ。当たりを飛ばすな。引き下がれません。私に続け。偉大な研究となるでしょう。当たりを飛ばすな。読みに消え去れ。偉大な研究となるでしょう。当たりを飛ばすな。私に続け。引き下がれません。読みに消え去れ。偉大な研究となるでしょう。当たりを飛ばすな。引き下がれません。私に偉大な研究となるでしょう。明かりを灯すわ。読みに消え去れ。引き下がれません。偉大な研究となるでしょう。明かりを灯すわ。私に続け。引き下がれません。読みに消え去れ。偉大な研究となるでしょう。明かりを灯すわ。引き下がれません。偉大な研究となるでしょう。読みに消え去れ。引き下がれません。偉大な研究となるでしょう。まずは私に続け。読みに消え去れ。引き下がれません。針を飛ばすわ。偉大な研究となるでしょう。私に続け。読みに消え去れ。針を飛ばすわ。引き下がれません。私に続け。偉大な研究となるでしょう。針を飛ばすわ。引き下がれません。読みに消え去れ。偉大な研究となるでしょう。私に続け。針を飛ばすわ。引き下がれません。読みに消え去れ。偉大な研究となるでしょう。針を飛ばすわ。引き下がれません。私に続け。偉大な研究となるでしょう。針を飛ばすわ。読みに消え去れ。引き下がれません。偉大な研究となるでしょう。私に続け。針を飛ばすわ。引き下がれません。読みに消え去れ。針を飛ばすわ。私に続け。引き下がれません。偉大な研究となるでしょう。針を飛ばすわ。読みに消え去れ。偉大な研究となるでしょう。私に続け。読みに消え去れ。引き下がれません。針を飛ばすわ。私に続け。偉大な研究となるでしょう。引き下がれません。針を飛ばすわ。読みに消え去れ。偉大な研究となるでしょう。引き下がれません。私に続け。読みに消え去れ。偉大な研究となるでしょう。針を飛ばすわ。引き下がれません。私に続け。読みに消え去れ。針を飛ばすわ。引き下がれません。偉大な研究となるでしょう。明かりを飛ばすわ。私に続け。読みに消え去れ。偉大な研究となるでしょう。明かりを飛ばすわ。偉大な研究となるでしょう。引き下がれません。私に続け。読みに消え去れ。一品も起こったんだから。濃度がカラカラなんだよ。ちょっと網に乗りですね。ここまでだ。
濃度がカラカラなんだよ。惑わすのだ。光の加護とともに。香りよがい。働きした者に最後の救いを。早急に終わらせます。キラキラ。俺がここからが本当のアルティメットだ。騎士の誇りだ。これで君を逮捕する。マジかよ。私の顔を覚えときな。ここまでか。君を逮捕する。偉大な研究となるでしょう。流れません。私に続け。余に消え去り。偉大な研究となるでしょう。明かりを灯すわ。引き下がれません。私に続け。余計に消え去り。明かりを灯すわ。引き下がれません。ピッピも怒ったんだから。濃度がカラカラなんだよ。波に乗って進め。濃度がカラカラなんだよ。だから波に乗って進め。惑わすのじゃ。氷に妖怪。いただきした者に最後の救いを。偉大な研究となるでしょう。流れません。濃度がカラカラなんだよ。濃度がかわいい。私は置いていけ。那么守护之战第三季相关的影片就到这边，感谢大家的收看。欢迎使用时间轴选取要看的那个关卡的注意事项哦。而未来有一些新的想法会再做更新，感谢大家的收看，我是木木，下部影片见，拜拜。